アイテム番号 SCP-75JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル財団は SCP-75JP 及び SCP-75JPA に関連する情報を確認した場合当該の出版物、通信、絵画のすべてを判読不能になるよう処理した後、焼却処分してください。また、関係者全員を拘留し観察。SCP-75JPA の特性が見られる対象は死亡が確認された後処理してください。SCP-75JP の認識がないと断定された対象は、A クラス記憶処理を施した後解放されます。関係者の交友関係、並び親族に対し記憶処理を行い、カバーストーリー、転校、引っ越し、留学、死去、流産、のうち適切なものを適用し、関係記録のすべてを適切なものへ修正してください。SCP-75JP が提供する各言語の SCP-75JPA すべては機密文書保管ロッカーへ収容されます。新しい言語圏での被験者が現れた場合、上記の手順で拘束し、B クラスを用いた記録を行い他の SCP-75JPA と同様に保管してください。O5 による非常事態宣言、K クラス世界終焉シナリオなどが確認された際、セキュリティクリアランスレベル4以上の職員は SCP-75JPA の閲覧権限が付与されます。説明。SCP-75JP は死を間近にした人間にのみ認識可能な存在です。現在まで、同時に2体の SCP-75JP の発生が観測されましたが明確な個体数は不明です。SCP-75JP は、年7月のドイツ西部に位置するドルトムントで最初に確認され、当時その被験者の証言がメディアで話題となり大規模な収容違反を発生させました。当該オブジェクトは死の48時間前に対象に認識されます。認識の定義は様々ですが、未だ1対象における SCP-75JP の全体像の認識があった例は報告されていません。主な認識例は声、不明瞭な実態、加えて思考への直接干渉に限られています。財団が行った対象者複数名のインタビュー記録を統合した結果、多くの場合 SCP-75JP は対象を死の48時間前に昏睡状態にさせ接触し、西洋タンポポのような形の植物に象の足のついた外観をしており、色合いは全体的に黄土色であるとされ、くぐもった低い声で対象の母国語を喋り、日本語で表音するところの、ミオロウという名前であるとされています。昏睡状態の下で SCP-75JP を認識した際、SCP-75JP は多くの被験者で共通する部屋も同時に認識させ、その部屋の中で SCP-75JP は対象と会話を始めます。部屋の様子についてはインタビュー記録75を参照してください。SCP-75JP の実態、存在、定義等の情報を得た人物は、データ削除済み、また、情報の有無に関わらず、自然暴露のすべての例において対象は、以前から SCP-75JP を知っていたようだ、と主張します。SCP-75JP は死が迫った対象へ上記の昏睡状態の下、死に恐怖せず、苦痛から免れるための祈りの言葉、以下これらを SCP-75JP と呼称します、を教えます。昏睡状態から回復した対象はその後、SCP-75JP を発音したいという強い脅迫観念にとらわれますが、SCP-75JP の発音は対象への物理的妨害により阻止することが可能です。SCP-75JP の発音に成功した対象はその後、47時間にわたり他の人間へオブジェクトを、SCP-75JP によって素晴らしく人生を終えることができる呪文とし SCP-75JP を教えようと試みます。しかし、47時間の間、対象の心拍数は徐々に衰えていき、運動能力が低下します。この衰弱は SCP-75JP 伝達の試みをより困難なものとさせます。この現象について対象は、気分が落ち着く、と主張しており、脳波検査の結果にも矛盾は見られず、いかなる医療手段、
アドレナリンの大量投与などを含む、を用いてもこの現象に干渉することはできませんでした。これらのプロセスの後、対象は倦怠感に似た脱力感に襲われながらも精神的、肉体的に非常に安定した状態の中、心肺停止により死亡します。SCP-75-JPA は対象による第三者への伝播は対象の適切な表現、言語などの条件が整えば同様の特性を発揮することに留意してください。インタビュー記録75、日付、8月、29日。対象、SCP-75-JP 被験者。対象はオブジェクトの初期隠蔽工作中に発見され、拘束されました。インタビュアー、赤戸研究員。録音開始。最初に名前、年齢、住まいをお聞かせください。名前は、32歳、ドルトムントの、出身でそこに暮らしてる。あなたがその SCP-75-JP に初めて会ったのはいつ頃ですか？昨日だよ。夕飯の支度をしていたんだ。そしたら急にだるくなって椅子に腰掛けて眠った、んだと思う。その時に、会ったと。ああ。なんか夢みたいだったんだけど意識ははっきりしててさ。でも自分の部屋じゃなくてなんかこう、ホテルみたいな。すごい綺麗な部屋でさ。すごい暖かかった。んでなんとなくベッドに腰掛けてたんだよ。対象は15秒間沈黙しました。続けてください。ああ、すみません。なんかぼーっとしちゃって。それで部屋の入り口、だったのかな。奥の方から何か歩いてきて。何か、とは具体的には何でしょう？どのような形をしていましたか？いや、その、形っていうか、いい香りが来た、としか言えないんだよね。わかりました。続けてください。それが俺の隣に座って昔の話をしてきたんだよ。小さい時に母が死んだこととか親父が病気なのに俺たち兄弟を育てるために働いてたこととかさ。それで俺は泣いちまったんだよ。今思えば不思議な話だったんだけどさ。そしたらそいつが慰めてくれたんだよ。声とか体とか、なんつうかそういうのじゃなくて、もっとこう、畜生分からねえ。んで、そいつは俺が死ぬ時のことを教えてくれたんだよ。俺が交通事故で死ぬって言っててさ、それも明後日にって。その時に、教えてもらったんですね。知ってるのか？そうだよ。そいつは俺に人生が短いことを悲観するなって言って、それから言葉じゃなくて、その、ああ、わかんねえ。大丈夫です。落ち着いて、表現できることだけでいいので話してください。ああ、すまない。その、言葉とか動作じゃなくて俺の頭ん中をゆっくりかき回すようにその、教えてくれたんだ。言葉、そう、言葉だった。確か、え、で、な、お、は、れ。録音中止、記録削除済み。終了報告書、これ以降の録音はその後の調査で判明した SCP-75-JP 並び SCP-75-JPA の特性を考慮し削除され、一文はセキュリティクリアランスレベル5以上の職員のみ閲覧可能となっています。この後、と赤戸研究員の両名は SCP-75-JPA の特性により死亡しました。実験記録75、日付、8月、10月。対象、実験方法、インタビューの後、拘束し観察、結果、12時間後に対象は心停止により死亡。対象 B-750082、実験方法、SCP-75-JP の実態を知らせた上で遮音壁で作られた独房へ収監。完全に拘束し、耐心停止用医療措置を60時間継続、結果、52時間後に心停止により死亡。対象 B-750096、B-750126、実験方法、B-750092 のみ SCP-750-JP の実態を知らせ、両名を同じ遮音壁で作られた独房へ収監し72時間観察する、結果、
およそ50時間で両名はほぼ同時に心停止により死亡。対象 D750184 実験方法。対象を遮音壁で作られた独房へ収監し、その内部で SCP-75JDA 暴露させる結果、49時間後に対象は心停止により死亡。対象 D750200 実験方法。対象を遮音壁で作られた独房へ収監し、その内部で SCP-75JDA 暴露させ、その直後に終了する結果、正常に終了。なお、基盤式精神観測装置の結果は通常の終了に見られる情動反応と同じ値を指し、極めて正常でした。ほい。2000年11月現在、当該オブジェクトを SCP-75JP と記述、表現する新たな文章の作成は禁止されています。このような記述、表現を用いた文章を発見したすべての職員は、当該のサイト管理者に報告してください。当該エリアには収容チームが派遣されます。